because he's a bit of Stop!
PPISCHという名前はどういう意味があるんですか？親愛なる兄弟とか、あなたの父に毛が生えているとか、そういう意味です。なるほど。それで、LÄ-PPISCHの、ね、今後の方向性っていうか、どんなバンドになっていきたいっていう目標とか、はい、なんていうか、まあ、自分たちの想像力の赴くままにやっていきたいと思います。はい。それでなんかアルバムがもうすぐ制作に入るということなんですけれども、このアルバムはどういったアルバムに仕上げるんですか？ハッピーな、そういうアルバムになればいいと思うんだ、ボヨヨヨヨン。じゃあね、楽しみにしてますのでね、頑張ってください。